日本東京都世田谷区木田地域成城成城は東京都世田谷区の地名。現行行政地名は成城1丁目から成城9丁目。郵便番号は1570066。東京屈指の高級住宅街として知られるとともに成城学園を中心とした学園都市でもあり、大学1校、高校4校、私立中学2校、私立小学校1校と、 これに加えて、公立中学1校、公立小学校2校と非常に多く、小田急小田原線の成城学園前駅周辺は、朝夕の時間帯は学生などで混雑する。東に線側、西に野川が流れ、第一上の土地に町は広がる。また、西に国分寺崖線、新名の森三池がある。野川に沿って、東京外環自動車道が建設中となっている。 地域としての成城は、小田急小田原線の成城学園前駅を中心とした約68万坪に及ぶ地域である。日本有数の高級住宅街として有名である。駅南側が成城1丁目から成城3丁目にあたり、駅北側が成城4丁目から成城9丁目にあたる。当時、成城高等学校の校長だった小原国義が、 成城学園前駅を招致して、宅地開発を行いその利益で学校を建設する方法で成城学園を拡大した。この手法は後に、小原が設立する学校法人玉川学園と玉川学園前駅周辺の宅地開発にも活かされている。古くから成城の一軒家に居住する住人たちは、成城検証を結び、平をが垣にする。 地下室を作らないなど街の環境を守ってきた。しかし、近年では相続の影響からか、大きな区画も細分化され、ミニ開発やマンションの建設に住民は危惧感を抱いている。かつて、統一協会の進出やグリーンプラザー土地のマンション建設に際しては大規模な住民運動も展開された。2010年には、正常4丁目に知的障害者の グループホーム開設にあたり、反対派住民が、知的障害者グループホーム開設計画の白紙撤回を求める要望書を作成。区民以外も含む1035名の反対署名を集め、計画は白紙になる。明治の末頃までは、北玉郡絹田村大和北見と呼ばれ、武蔵野の雑木林と原野が広がっていた。調査により、この地に、 小田急線が開通することを突き止めた、小原国吉の尽力で、学園建設資金年出のため、周辺の土地に万坪を購入し、区画整理をして売り出す。当時、この土地を見た小原は、雑木林、家一軒もない、この百二十町府の高台、地下は安く、家はなし、いい高台で、西に、富士の手法、足元は、玉川の清流。 全く不思議な土地でしたと述べている。第2期分譲計画を森島の東京公務社が行っていることを考え合わせ、第1期分譲計画も森島案が採用されたと考えられており、また土地分譲の利益で校舎を建築する案は、小原のアイデアかどうか不詳だったが、発見資料により、もともとは不景の多いよ用と上記 森島治六の発案ではなかったかという推理がなされている。小原はその案を取り、大胆な方策で実行に徹したとされる。小原は、さらに、中央鉄道と交渉して、学園前駅の開設の約束を取り付けた。学園用地2万4000坪のうち1万坪は、長尾村の大地主の鈴木久也の寄付によるものであり、小原は鈴木から現金1万円の寄付をも受けている。 ちなみに、玉川学園は、この成城学園都市建設を主導した、小原国義がその手法を応用して開設した、学園都市である。なお、成城学園が手掛けて売り出したものは、駅北側で、駅南側は、鈴木久也によるものである。成城一丁目は、かつてのご両輪であり、学習院の移転話も持ち上がっていた。当初は、柳田国を、野上と一郎、 やよい子夫妻、後に、大江健三郎、大岡昌平、川上荘君、中川与一、水上務、横溝聖子らが移住し、文士村の様相を呈していた。九百三十二年に、東宝撮影所ができてからは、黒沢明、市川昆、本田一郎、志村隆三船敏郎、加藤大輔、加山雄三、石原雄二郎、宇津井健、有島一郎、 藤田進、塚陽洋子、深作金次、大林信彦など、映画監督や俳優などが居住するようになった。また、映画産業と関係が深い芥川康史や松村、デイゾー、小沢誠二のような音楽家も住むようになった。1966年には、三船プロダクションの撮影所もできた。1980年代からバブル期にかけては、折からの経済成長とともに、 企業の持ち家が増加した。時代とともに、成城町には、かつての祖師ヶ谷や,や、北見だった、周辺場所も編入され、現在は、成城一丁目から成城九丁目となる。1925年に、東京市牛込区原町の成城学校からこの地に、分離独立してきた成城学園が由来であり、成城というのは、中国の古典、司教の大河の一節にある、 鉄を成城に由来する。それまでは北玉郡絹田村大技北見という地名であった。1927年に同学園の養成を受ける形で小田急電鉄によって成城学園前駅が設置され、地名として定着していった。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。小田急小田原線、成城学園前駅がある。急行、準急、各駅停車が停車するが、一部を除いた特急ロマンスカーと快速急行は通過する。北見駅よりに電車基地があり、同駅から引き込み線がつながっている。同駅は平日や土曜日の朝方は様々な学校の学生でごった返す。なお、 地名の由来となった成城学園の中でも成城学園小等学校と成城幼稚園は千川を挟んだ祖ヶ谷が所在地となる。ありがとうございます。